卓球幼児の80年代ホラー映画館空の大怪獣9です。はい。えっ、ー、と、怪獣ものに見えるんですけども、実はホラーなんですね。あの、B 級映画の巨匠ラリー公演が放つ、まあ、アステカの、まあ、あの、守り神サーペント9っていうのが出てきまして、それがニューヨークの クラスタービルに巣を張ってですね、あの、人間をバックバック食べていくんですよ。ほんで、食べられた人間の内臓とか手足が地上に降り注ぐというおぞましい映画でございます。はい。えっ、ー、と、デビッド・キャラダインという人が出てましてですね、キルビルのエビル役ナで有名なんですけども、とのバトルになるんですけども、 なんとも言えん、あの、編集が下手くそすぎるっていうのもあるんですけども、せっかくの球がですね、ええー、まあ、サーペント球ですね、あの、もったいない感じで仕方なかったですね。ええー、まあ、あの、ネタ的には面白くてですね、あの、まあ、アステカの、ええー、守り神なので、それを邪教として信じている人間が、 人間の生顔を吐いて逆さずりにして、まあ、呼び起こすっていうか、召喚させるわけですよね。まあ、あの、まあ、言うたら、ハリウッド版最初のゴジラですね、ローランド・エミリヒの、みたいな感じの内容です。最後も本当にゴジラが真似したんじゃないかっていうぐらいに、オチまで一緒だったんでびっくりしました。ジャッキオチでした。チャンネル登録よろしくね。